こんにちは、島田です。今回は背中の硬さを取るために背骨の柔軟性アップのストレッチのやり方やそれをやりやすくするためのコツとそのストレッチのスキルを生かして肩や股関節の硬さを取るその生かし方についてお話をしていきます全体の構成はこんな感じですねまず最初に背骨の柔軟性アップするストレッチ猫のポーズについて あの基本的なこととかやり方について解説をしますそしてその後でこのストレッチの柔軟性をアップしやすくするコツが3つあるのでそのやり方とかコツの内容についてお話をしますそして最後にこのスキルを肩や股関節の硬さを取る方法に生かしていくっていう、まあ、そういう活用例についてお話をしていきます背中が硬いせいせでその 体の硬さが取れないとか、肩や股関節の硬さが気になるという方にはヒントになるはずです。では、早速本編いきましょう。まず、背骨の柔軟性アップするストレッチスキル、猫のポーズ、キャットカウについてお話をします。これは、両手を床につけて四つん這いの姿勢で行うポーズのことです。まあ、背中丸めたり反ったりする姿が、猫のポーズ、猫の,その背伸びする感じに似ているということから来ているらしいですね。 背中を丸めたり、背中を反らす動きを交互に行っていきます。で、このポーズやる理由なんですけれども、このポーズでは背骨や肩甲骨周りのストレッチができたり、腰周りの筋肉をほぐすことができるんですね。なので、例えば背中が硬くてうまく後ろに反れないとか、猫背や反り腰が気になるという方、また、 付け根ですね。肩とか股関節の動きが硬いという方のその硬さを取るのに使うことができます。要するに、この背骨を動かすスキルがあると、体の硬さや肩関節、股関節の詰まりを取るのに活かせるんですね。なので、今回ちょっとこれをご紹介したいなということでお話をすることになりました。では、具体的なやり方見ていきましょう。まず、準備段階ですね。 床にに四つん這いの状態になります。手首は肩の真下、両膝は足の付け根の真下に置くようにします。そして、膝と膝の間は拳一つ分空けておくと、その動きがスムーズになります。で、ここから鼻から大きく息を吸って、吐く息で背中を丸めていきます。視線はおへそとかお腹の方に向いていると、背中が伸びやすいです。で、この時に、 溝落ちを引き込むようにちょっと持ち上げるようにすると背中の関節に隙間が空くような感じになってうまくストレッチがしやすいですそしてそこからですね息をゆっくりと吸いながら背中を反らしていって視線は正面を向くようにしますでこの時に溝落ちを下げてから胸を前に向けるような感じにすると背中が動かしやすいです で視線について言うと、その正面向ければ一番いいんですけれども、あの首の動きが強くなってしまって、あの首がつらいっていう方は、視線を正面向けなくてもいいので、胸を前に向けるような感じで動かしてもらって、背中を反らすようにしてください。その方が背骨を動かしやすいです。でこの運動をワンセットにして、呼吸に合わせて5回ぐらい繰り返していくというのが基本の流れになります。 では、ここからは、このストレッチで背骨の柔軟性をアップする3つのコツについてお話します。まず、1つ目は、手や足で床をしっかりと捉える。2つ目は、手でアーチを作る。3つ目は、ねじりを入れる。この3つですね。それぞれ順番にお話をしていきます。まず、1つ目。この運動をするときに、 手ややや膝、つま先でで床をししっかかりとと、捉えなながらやるる背骨も動すすくなるんですね。どういうことかっていうとその関係性で見ていったときに腕で床をしっかりと押すと背中の上が動かしやすくなります。で膝とかつま先を使って床をしっかりと捉えた状態でこのキャットカグブやっていただくと腰が動かしやすくなるわけですね。 で間に挟まれた背中の下の方とか腰の上の方ってちょっと動かしづらいなって経験ある方多いと思うんですけれどもそこは腕と足が同時にしっかりと押せっていると動かしやすくなります先ほど基本的なやり方のところで解説した水落ちを引き込むっていう動作に関しても腕と足でしっかりと床が取られた取られた状態で行うと背中の真ん中あたりが動かしやすいので水落ちも上に引き込みやすいですし 背中のの関節の隙間も開けやすす。くなりますそして背中を反らしていく時の動きに関しても腕と足でしっかりと床が取られている状態の方が溝落ちが下げやすいし手で押さえられていることによって胸を前に向けやすくなるというわけなんですねこのキャットカウのその運動をする時にうまく背骨に効いてる感じしないなとか首だけ動いちゃってる感じするな っていう方の場合はこの腕と足で床を捉えているのが足りなくて起こることが多いんですね。なので、その腕と足で床捉えながらやるっていう風に意識していただくだけで背骨の動きがあのスムーズになりますので、あの硬さとなかなかこれ、運動してても取れないなっていう方は、ここから試してみてください。ただですね、この動きやるときに手に体重が乗っちゃって手首が痛いんだよねっていう方もいると思うんですね。 その対策もちょっとお話をしておきます。この対策は手でアーチを作るようにすると手首の負担も減るし背骨も特に上の方が動かしやすくなるんですね。これもどういうことかお話ししていきます。このキャットカウの動きするときに手首が痛いのは手首の部分だけにその体重を乗せちゃって負担が集中しているからなんですね。これ足で考えると分かりやすくて足で言うと 浮き指とか土踏まず、アーチが低下していることによって、かかとだけに体重がかかって歩いているのと同じような感じになるんですね。そうするとかかとだけで歩いてたら、やっぱりあの足で歩いてても痛いですよね。それと同じことが、この四つん這いで背中を反らしたり、背中を丸めたりする運動の時にも起きているというわけなんですね。で、足で考えていったときに、このアーチが潰れた状態だと、その。 地面踏んだ時の衝撃が吸収しづらいので負担も大きいけれども足のアーチがきちんとあると衝撃が吸収できるので負担も少なくなりますよねなのでこの足のアーチができてる状態を手でも同じようにすればこのキャットカウの動きをした時に手首が辛いっていう問題減ってくるんですねじゃあ具体的にどうやってアーチ作るのかっていうことをお話ししますまず 手のひらを床につけます。そしたら、指の腹が床についたままつまむようにします。そうすると、手のひらの部分に隙間ができるんですね。これでアーチができているので、この状態でキャットカーの動きすると背骨が動かしやすいです。ダメな例は、指の腹が床から離れてしまう感じですね。指が動いてしまうと、 うまくアーチが作れなくて、その腕で上半身を支えることができないので、指の腹を床につけたままつまむように寄せる感じにします。で、この角度から見ると、どういう感じにその手が動いているのかちょっと分かりにくいと思うので、別の角度からも解説すると、裏から見たときにはこんな感じですね。手を広げた状態から指をつまむように寄せてもらうと、 手のひらに力が集まる感じになります。でこれを横から見ると、こんな感じですね。で、これ、横から見たときで言うと、ここに床があるわけなんですよ。なので、手のひらがべたーっとついた状態から、指が床についた状態でつまむようにしていただくと、この辺に隙間ができるんですね。指の付け根のあたりが少し上に持ち上がって、隙間ができます。 これがアーチの役割をしてくれるので手でアーチを作りながらキャットカウ、背中を丸めたり胸を反らしていったりする運動をすると手首も痛くないですし背骨特に胸椎の上の方が動かしやすいので胸を反らしていった時にあの楽になっていきます もしその手首が痛くて、この運動なかなかできないんだっていう方は、この手でアーチを作るっていうのをちょっと試していただくと良いかなと思います。そして3つ目ですね。3つ目のコツなんですが、その背中が硬い人の場合って、反らすときに首が縮まってしまって、うなじの部分がそのちょっと詰まるような感じがするっていう方いると思うんですね。で、そういう人の場合は結構背骨が硬くなっているので、対策として、 ねじりを入れてからこの運動をしていただくと背中が動かしやすいです。これどういうふうにやるのかっていうと基本姿勢の四つん這いのところから片方の手で後頭部に手を当てて肘を張ります。そしてそれをキープしたまま上半身を横に向けるようにします。これだけです。これを左右2回から3回ぐらいやっていただくだけで背骨の回線が入るので こののキャットカーー動動きが動きがスムーズになりますで。片方の手で支えながらやるのでもしこれで手首が痛いとかその支えがちょっと弱いなっていう方は2番目のコツの手のアーチを作るのをやりながらやっていただくとその自分の体を支えた状態で上半身横に向けやすくなるのでそこからやってみてください。 でまたですね、このイラストだと結構がっつり横に向いてる感じするんですけれども、実際に体の硬い人とか背中硬い人がやるとこんなに横向けないんですね。で、斜め30度ぐらい向けるぐらいでも十分背骨の回線入ってあの背中反らしやすくなりますから後頭部に手を当てて肘を張った状態で上半身を横に向けるときに顔だけ向かないようにあの自分がその溝落ちの高さとかその辺ぐらいが しっかり斜め横に向けるように確認しつつやってみてください。では、ここまではその背骨の柔軟性をアップするそのスキルやり方とそのコツについてお話ししてきましたけれども、今回ちょっとお伝えしたかったのは、この背骨の柔軟性をアップするやり方をのこの動かし方を肩とか股関節の硬さを取るのに使うことができるんですね。なので、その一例をちょっと簡単にお話しします。 まず、肩の硬さを取りたいなっていう場合は、このキャットカウの動きを正座をして、手を前に伸ばしたポーズでやっていただくと、こんな感じに万歳した時に、その肩引っかかるところが減ってくるので、手が、の肩の動きがね、楽になっていくんですね。なので、肩が硬くて手を上に上げようとすると痛みが出るとか、あとは肩こりがひどいっていう方は、 正座した状態で手を自分の体の前に伸ばしていってちょっとお辞儀した状態のところから背中を丸めたり胸を反らそうとしていただくと肩の可動域が上がっていきますそして股関節の方でいうと片足を後ろに伸ばしたポーズでこのキャットアンドカーブ背中を丸めたり胸を反らしたりする動きやっていただくと 股関節の動きが良くなっていくので、足が高く上げやすくなるんですね。まあ、これ一般の人はあんま使わないかもしれないですけれども、バレエされている方で足を後ろに上げようとしても、なかなか足が上がらないっていう方や、アラベスクといって、片足立って足を後ろに伸ばすようなポーズ、バレエではあるんですけども、それやるときに、なんか腰とかお尻が詰まっちゃって、なかなか足が上がらないんだっていう方は、片足を後ろに伸ばした状態で、 背中丸めたり胸反らしたりすると背骨の動きを使ってあの股関節があの可動範囲増えていくので股関節の硬さが取れて動かしやすくなっていきますなのでまあその辺の硬さ気になる方はこちらも試してみてくださいではまとめいきましょう今回は背骨の柔軟性をアップするストレッチのやり方とそのコツさらにそのスキルを使って 肩の硬さや股関節の硬さを取るその応用編のまあ活かし方ですね。そういった使い方もあるよということをご紹介してきました。でまず押さえておいてほしいのは、この左側にある基本的なやり方の部分ですね。四つん這いになって背中を丸めたり胸を反らしたり、それを呼吸をしながらやっていただくっていう動きに慣れていただくことで、背骨の硬さを取るというところからスタートしてみてください。 でもしこの方法をやりづらいなっていうことであれば、この真ん中の段にある背骨の柔軟性をアップするコツっていうのを3つ紹介しています。腕と足でしっかりと床を捉えながらやると背骨が動かしやすいですし、もしその時に手がつらいとか背中の上の方の動きがちょっと悪いんだっていう場合だったら、手でアーチを作りながらやっていただくと手首も痛くなりにくいですし、背中の上も動かしやすくなります。また 背中が硬すぎて首が詰まるんだよっていう場合にはあの後頭部に手を当てて肘を張った状態で上半身を横に向けるような動きをこのキャットカウンの前にやっていただくと背骨の回線が入ることによって背骨の柔軟性をアップしていきますでこの運動に慣れてきたら肩とか股関節の硬さを取るのにもチャレンジしてみてください正座した状態で自分が大丈夫な範囲で手を前に伸ばしたところからですね あのこのキャットカーブやっていただくと肩の動きが良くなります。また四つん這いの状態から片足を後ろに伸ばしたポーズでやっていただくと今度は股関節の動きも良くなっていくんですね。その冬場ですし結構体硬くなりやすいとか背中硬くなりやすい足の付け根あの腕の付け根が硬さがなかなか取れないっていうことあると思いますのでこの方法を順々に使っていただいて硬さを取るヒントにしていただけたらと思います。 でメンバー限定の方では、実際にこのスキルを私がどういうふうに使っているのかっていうのを実技動画で解説しながらお話をしています。でまた、そのこのポーズの活かし方ってあの実際にどういうふうにしていったらいいのかについてもお話をしていますので、概要欄にある先進領地ラボか YouTube のメンバーシップでご覧いただけます。お好きな方をチェックしていただいて続きをご覧ください。以上、参考になれば嬉しいです。 ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいです。またお会いしましょう。